ヨハネによる福音書9章1節から12節までですさて、イエスは取りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。 弟子たちが平スに尋ねた。ナビー、この人が生まれつき、目が見えないのは、誰が罪を犯したからですか本人ですかそれとも両親ですかイエスはお答えになった。 本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技が、この人に現れるためである。私たちは、私を使わしになった方の技を、まだ 日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は夜にいる間、夜の光である。こう言ってから、イエスは地面に壺をし、 つばで土をこねて、その人の目にお塗りになった。そして、シルワン、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。 そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や、彼が物語であったのを前に見てた人々が、これは座って物語をしていた人ではないか、と言った。 その人だというものもいれば、いや違う、似ているだけだというものもいた。本人は、私がそうなのですと言った。そこで人々が、では、 お前の目はどのようにして開いたのかというと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗りシードワンに行って洗いなさいと言われました。 そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々がその人はどこにいるのですかというと彼は知りません。 まだ話が続きますけれども今日はこの程度でしたいと思いますまずおそらく私たちはこの福音を読みましたら一番最初の方にちょっと引っかかるところがあるかもしれませんラビーこの人が生まれつき目が見えないのは 誰が罪を犯したからですか本人ですかそれとも両親ですかという、その分ですね。で、イエス様は、いや、その、かの、この人自身も、また、その両親も、 罪を犯したからこうなったわけではありません。まあ考えさせられますね。人間というものは人権面においてはみんな同じですね。人間が人間として当然持っている基本的な権利。 それは、病人でも、うん、また、健康な人でも、みんな同じです。平等です。だ、しかし、みんな、同じ能力とか、同じ人生の道を歩むものではありませんね。 ある人は本当にいろんな知識とか、うん、頭がいいなとか、ある人は病気になったりして、あるいはこの人のように目が見えないとか、それぞれありますね。しかし、それは、 あの、神様のお定めですから。どっちか言うと言うと、大切なことは、どのように自分に与えられた人生を受け止めるか。うん、ちょっと足が悪いとか、あるいは目が悪いとか。 あるいは何か能力があるならば、素晴らしい能力があるならば、謙虚に感謝して、神様の見せかえのため、人々の社会のため使おう。そうです。ですから、確かに聖パウロが、罪は、の報酬は死です。でもそれは、 人類全体に覆われているものです。でも、この個人的なことになりますたら、その因果関係にはならないと思いますね。ニーゼ様は、ここでまずそれをおっしゃるのです。 本人でも、両親でも、罪を犯したからこうなったということではありません。神様の御技、現れるためとおっしゃいました。それは私たち人間、結局、与えられた人生を素直に受け入れることですね。私たちは、 選ぶことができないんです。与えられた人生、あるいは能力など、すべて健康など、それは神様のお定めです。でも、どのように私たちはそれに応えるかによって、その人の人格的な良さが、うん 決まると私は思いますね。神様はやはりそのような人の心をご覧になると思います。それからイエス様は私は世の光とおっしゃるんですね。これはここだけじゃなく 聖書の中、の、福音の中のところどころで、自分が光だという言葉出てくるんですね。その光というものは、物理学的な光というよりも、それは信仰の恵みだと思いますね。心の光です。 神様はその光をすべての人々に与えてくださいます。一人残らず。でも、例えば人は目をつむって、そしたらもう何も見えなくなるでしょう。神様の光も、の場合も同じです。心を開いて、そして素直に受け入れること。 自分の与えられた人生を受け入れること、つまり神様に従うこと、御心を行うこと、それこそ人間の尊いところだと思いますね。それから、もういろんなことを考えさせられますけれど、 人生は、うん、決まったものではありませんね。まあ、旅路と言いますけれども、ある意味で、私たちは、追い求めないといけないんですね。探さなければならないんです。人生は探求の旅。 だと言っても言い過ぎではありません。ですから常に私たちはその光を求めている。求めるべきです。求めているかどうかは分かりません。その人はその人の心の持ち方、生き方によって変わりますね。 このようなことを考えますと、本当に今日の福音の中で、いろんなことを気づかされます。どうか神様、私たちの心の目を開いてください。あなたの神秘的な恵み、光を、 受け入れることができますように。たとえ、辛いことがあっても、十字があっても、いつもあなたの後について歩むことができますように、心から祈ります。主イエスの皆によって、アーメン。ネガワコは 主が、あなたを祝福し、あなたを守られますように、主が、御顔をあなたに正し、あなたを恵まれますように、主が、 見顔をあなたに向けてあなたに平野を与えられますように。アーメン。